ネちゃん編集部ケンチンです。同じくネちゃん編集部のチリリトです。さあというわけで始まりました後半戦でございますけども、はい、始まりました。チリちゃん、はい、あちらのカメラに今日は何曜日いますよ。なんだちょっと大丈夫ですか。大都会で、いやマンデーですか。マンデーです、はい、来ましたけども素晴らしいマンデー。4拍手、はい、いきましょうか。いや余裕のある表情の後半戦でございますけども、いいです、ね、前半戦を見てない方のために簡単に言いますと、ま今回はですね、チリちゃんの冠番組絶対に声援が出るものを初めて2人でやってみました。片っ端から打ってますよ。全部で28台、このコーナーの方は29台ありますけども、残りの台数を残してあと1回大当たりを引けばクリアという、いい感じでございます。いいね、順調も順調ですね。ありますね。なんか持ってますよ、あれほら気になりましたね。いらないよ。いるかい。まあ今日はもう当てるだけでクリアでございますからね。だからもう一発逆転するやつはいりませんから。きっちり定までプラスにして終わりますから。全然安心してご覧になってください。というわけでこの後後半戦スタートです。マシマシー。マッチャー。よし、行きましょうチリさん。当てますよ、終わらせますよ、もう1台目で。ましょう。あ、それかっこいいね。俺はラグーンでいくよ。126回転。やっぱオービフォー打つならビッグファイブ楽しみたいからね。これね、チリちゃん、はい、内緒にしてましたけど、はい、レホンメイ、レホンメイです。レホンメイ、レホンメイ、どの上レでしょ。レホンメイです。一人だけ盛り上がってます。俺しか笑ってない。絶対チリちゃん次の1000円で当てるもん勝負でやるときに使うんだろうな。レホンメイ、レホンメイ、日本名は聞くんだろう。チリちゃんでも1000円で当てるもん楽しいね。そうですね、たまにやると2人でやるとかだといいかもしれない。1人だと心折れそうになるんですよ。呼んでよ、呼んで呼んで行くから来て。マジですか、うん、多分ね、これコジさんも好きだよこういうの。あー好きかも、確かに、うん、すごいニコニコしてる絵が思い浮かぶもん。あー確かにな。だからさ、このマシパチマンデーもさ、はい、会社団はさ、あの暇そうにしてる人間連れてきちゃおうぜ。ああいいですね、確かに。ですか、どうせね、会社行ってもね。だから日高屋好きな人はみんな来てくれます。ほぼ全員や。金ねえんだからみんな、ね、日高屋が一番だから。キリちゃん今さ、はい、あの大移動するときにね、残りに保留が1個ある状態で僕大移動したんですよ、はいはいはい、でその時により海の良さに気づいたこと1個ある。お、普通の台だったらノーマルリーチしてたらもう見ずに違う台に移動できるじゃん、はい、俺最後までノーマルリーチ目で追ってたからね。当たりますから、ね、そう、ノーマルリーチがあるからこそ、このラスト1回転とかがこう最後のね、全部打ち終わった後の残った保留が楽しみ。なんかね、演出が起きなきゃいけないわけじゃないから、すごいな。さあそれでは後半戦2台目、さあ行きましょうか。ビッグファイブ1回だから8台で1回ビッグファイブ、どのやつでもいい、もうリーチからの再始動でもいい、もしくは遅れ好きなんだよな。あー滑った、あわここでブー。あーいい塩梅だよね、あのバイブの強さもね。ゼロ回転ですね、この台行きましょうか。3台目行きましょう。34魚群、ラグーンよ、ラグーン、ラグーンよ。アワーなし、ビッグバイブはなし。手振り、お、名炎だ、やった、これはある、大丈夫でしょう。あ、4やな、大丈夫でしょう。どっちどっち、うわ素晴らしい、これまさか、まさか、一応打っときます、一応、はい、ウイニングランいきます。ウイニングラン、ウイニングランいっちゃいます、はい、おめでとうございます。俺じゃないのよ当てるのは。やっぱりプロやな。俺じゃなくていいのよ、1000円ぽっきりのプロ。いや、ちょっとマジで当ててください。俺の絵を使わなくてもいいぐらいだ。センベロプロだな。当てて当てて、やだやだ、恥ずかしい恥ずかしい。おー来た、確変、素晴らしい、シャーン、はい、あらす、
圧倒的に勝利圧倒的勝利、圧倒的、もうみんなエンディングまで飛ばすよ。恥ずかしいな。なかったことできませんかね。どうにかね、これはどうにかなかったことにしたいな。あっさり終わったな。ここ最近で一番恥ずかしい当たりだな。こんな当たりが嫌なことないよ。いやでも僕はやっぱりあのマシマシでいけるだけ嬉しいですけどね。まあまあまあもちろん、ただやっぱヒゲさんこの後当ててください。本当にもちろん任せてください。悔しい、悔しいです。俺が見たせて悔しい。子供やな。大人かと思ったらめっちゃ子供やな。悔しい、悔しい、俺落として、俺落として、俺落として、悔しい。そうよね、見てる人も何を思ってあと見ればいいのか。さあさあ、はいはい、もう映さないでいいんで僕は。ブーン、俺後半映んないのかな。食べてるところでちょっと挽回してもらって。もう食べない。食べろや。すいません、いただきます。ひーちゃん頑張ってくれたから。いや終わるな、これもまずいよ、まずいよ。どうせなら爆発してほしいな。みんなが拍手するぐらいの。当たった。19回転。僕デモ画面映ってます。ゼロです。ゼロ回転。今日何台あったのちいちゃん。5台。5台。5台っすね。ちいちゃんなんかだってこっち後半全部319だもんね。そうっすね。2回やってんだもんね。そうです。すごいね。319で押す1、2やつはすごいよ。さあ、時短ですね。ウィニング時短いきましょうか。ウィニング時短よろしくお願いいたします。ボボボボボ。おいおい、うぃー、ビッパイ。びっくりじゃん。戻れ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 。ああ。さあ行きましょう、5台目。当ててください。意地の。お。どうしました？タッチチャンス。うわ。もう間があったからな。しかも。どうでしょう、どうでしょう、7ですよ。いきますよ、レディー、いきます、おっぱい。いやーすごいすごい、もう爆走してるじゃないですか。時短中15、すいません。あー、非現人のワイプどんどん小さくなってくるんだろうな。当ててくださいよ。最後消えるのかな、非現人。さあ、15ラウンドいきますよ。6台目いきまーす。あと何台いきまーす。あと2台、あと2台、うん、これ入れたら3台期待しましょう、うん、でもこれ4戦でまだ、うん、4戦して3勝っすよね、これで。そうだね、勝ち越してますもんね。はい、いただきいただきます。いただいてください。はいはい、うわー、ブーブーいってんな、ブーブーいってんな、テレビとかよ。ああ、ブーブー言ってんだ、いつはよ。あ、仲間やろ。ブーブー言ってやがるな。ブー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 言ってるよ、もう。どうにか打ち落としてる。まあ、一番ブーブー言ってるのは僕ですけど。まだ確認中でございますか。はい、素晴らしい。お、まさか、またサメ。あら、上手。サメだけに。はい、すごい、40。移動しましょう。さあ、残り2台頼んます。果たして私は当てれるんでしょうか。頼んます。はい、25。さあ最後ですよ、打ち角ない。いくぜ、ラスト。でもなんかね、これあれだね、前半と後半でさ、はい、あの前半までは私緑一台も打ってないじゃないですか。はいはいはい。1000円で当てるもんはこうやっぱり確率がね、軽い台でポコポコ当たってくれてる方が
番組の企画たちは楽しいかもな。ああ、まあそうですね。見てくださってる方も、まあ数あった方がいいですもんね、当たりパターンもね。さあ、私時短の方終わりまして、はいはいはい、まあ、あとはヒゲさんに託してよろしいでしょうかね。いいですよ、もう残りの台俺が打ちますから。お願いします、はい、じゃあ私の方は一足先に実戦終了いたします、はい。あ、ラスト1回転。ブブ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 ブ最後ですね、チリちゃんが最後に触らなかった3台をですね、僕が先日打っていきたいと思います。さあ、その3台一体どうなったんでしょうか。結果はエンディングにてマシマシ結果発表。いやー、響くマシマシマシてきます。兄さんどうしました。結果発表の時間ですよ。いやー、なんかどうしました。あれへへー、このテンションだから最後の先生に当たらなかったと思うでしょ。はい、バカにすんじゃねえよ。結果こう、こっからだから最後の美味しいとこ持ってくるのが非現実ですから、そういうのが見物語だから。いきます。残り2です。一旦曲ぐらいでしょうぜ。はい、一発でここでは出ますから。ただまだ、大見放題一回も見ておりません。いきましょう、ラスト1台です。お願いします、お願いします、はい、すごい、チリちゃんすごいよ。はい、チリちゃんすごい。どうしました。お時間の方が、はい、残り21秒ぴったし時間だけは守りました。じゃあその台でいきましょう、はいはい、ラストです。当てて、はい、これがラスト1000円です。さあラストですよ、ラスト、ラスト1玉、ラスト1玉で奇跡が起きるの物語。そうでしょ、今までやってきたでしょ長いことね。このままじゃ本当映んないんだよ俺後半ね。前回もね、後半1回待ってないんだよ。大丈夫、大丈夫だろ、大丈夫だろ。当たってないやん、当たってないやん、かすってもないやん、全くドキドキもしなかったやん、何にもない、何もなかったやん、今の時間もほとんど何一つない、なんやね、数秒よ、数秒も秒よ、数秒で収まりますか、ね、さあ、というわけで、はい、まあ、いろいろありましたが、はい、本日、異原人とチリビトオロサイが出るもんですよ、やってみました、はい、まずは私、異原人からお願いいたします。なんとですね、32台打ちました。いやー、打ちましたね。人生のですね、1日に打った最多記録を更新。お、いいじゃないですか。あー、初めて持ってかれちゃった。いや、また初めてを奪ってしまいましたね、私が。初めての奪い合いの番組となっております、はい、どうだったんですか。投資がですね、31.5 本、はい、で500円が114玉貸しのお店でございますので、はい、7282玉、回収が、前半と変わりません、4511玉ということで、定までマイナスの2671玉。はい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 、チリちゃんが、はい、定までプラスの2672玉以上ならマシ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 分かってるやろ、もう分かってるやろ、やらしてよ、はい、後半戦私、4代目ですかね、はい、3代目です、私3代目で、大見法当たりまして、はい、まあ、そこもねいい感じにね大当たり連続できまして、トータルで私、投資が 22.5 本、はい、回収の方が15,563玉。拍手しかない、はい、純粋ということで、サマイの方もプラス14,333玉。さあ、玉で万発超えでございます。はい、ということで、はい、プラスですよ、やっぱりプラスの8000玉ぐらいあるのか、いくつ2人で7,762玉だって。そういうことでございますよ。さあ、というわけで、はい、今回もトータルの定まで 1玉以上プラスになりましたので、なりますね結構、はい、これで4の3でなってますもんね、なってますよ、はい、はい、というわけで今回も実食パートの方はマシマシで行かせていただきたいと思います。じゃあチリちゃん、実食パートへの振りお願いします。ワイが出ちゃうのサメ離島や、上手って意味ですよ、バクお待たせいたしました実食パートでございます。どうした、今日も新たな島の魅力をお届けしたいと思います。失礼いたしました。魅力をお届けする島のお名前が、はい、今回は香川県にある小豆島という島からですね、はい、そして前回お約束した通り、皆様がお手軽に
お取り寄せできる、はい、そんな商品を取り揃えてみました。今回の商品せーのこちらです。はい、どうですか、ね、詰め合わせてみました。いろいろありますけども、なんでしょうね、ちょっと緑っぽい色のものが多いのかな。だからあのオリーブが一番有名というか、はいはい、豆ですね。なので、オリーブのものがいっぱいあるわけですよね、はい、オイルって書いてますけどいろいろありますね。これ全てその通販の、うん、なんかお取り寄せのサイトみたいなところで調べて、はい、全部1回でお取り寄せできる、このいろんなこう販売店のまとめて取り扱ってくれることがあって、それは便利だ。でそこであの注文させていただいたんですけど、うん、なんと届いたらお手紙が入ってました。おだからまず作る前にお手紙読みます。そうですね、せっかくなんで。いいですか、非現人様、はい、地類離島様、はい、この度はオリーブオイルをはじめたくさんのお買い上げ誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、今年はコロナの影響でお家でご飯の日も増えていると思います。増えました。はい、小豆島の美味しいものたちで少しでも楽しいお湯へご飯になるお手伝いができると嬉しいです。はい、優しいですね。お買い上げの品どれも自信のあるものなので、たくさんの方にも知っていただきたいと思っています。お客様からの商品の感想など何かお気づきのことありましたらお聞かせくださいと、今後の販売に生かしていきます。はい、最後になりましたが、たくさんのお買い上げ誠にありがとうございますと。こちらもありがとうございましたと。逆に先に言っておきます、たくさんの幸せをありがとうございます。ありがとうございます。気になった方はですね、ぜひチェックしてみてくださいということで、じいちゃん早速クッキングスタート。さあ、お米を研いできましたので、はい、早速入れましょうか。入れましょうか。炊き込みご飯。炊き込みご飯、いや、いいですね。はい、いいですね。いやいい、もううまそう。あ、いい匂いするの。あ、いい、生姜の匂いもするね。いや、絶対にうまいでしょ、これ。小豆島へレッツゴー。シュッシュッ。さあ、出来上がりましょう。行きましょう。そして、はい、次にやらなきゃいけないことが、飲む前にこれをしたかし、そのまんま、そのまんま行かせます。おしゃれな、なんかその居酒屋さんとかで出るパスタを揚げたやつみたいな、オリーブオイルで揚げたものがあって、あ、でも一歩一歩はね、すごい遅いよ。じゃあ、うちはまとめていくか。本当にそう、ね、真ん中で行きます。匂、はい、うん、あオリーブ、うん、で揚げてる、多少多少で、塩の匂いが少し塩っぽいから、うん、いただきましょう。あ、音聞こえる？想像よりも歯応えがしっかりした。うんうんうん。あ、これはもうだって、うんうんうん、絶対じゃない、うんうん、絶対じゃないですか。これ。あ、うんうん、美味しい。甘みがある、美味しい。うん。で、抜けはね、オリーブオイルあるよ。まあもうでもこれは お酒のつまみにはもう間違いないやつですよ。だって、うんうん、あったらあっただけ嬉しいですもんね。うまい、うん、家とかで飲むときに、うん、チリソースもらっていいですかね。なんか手作りとつまんでんの。ああ多分なんかすごいついてる、こっち。もう間違いない、どっちですか、こっち。うまい、こっち。まあ最終的にこっちも食べたくなるんでしょうけどね。ちなみにこれ5種類ぐらいいろんな味がありましたんで、お気になった方本当にいろいろ食べてみてください。さあ、チリさん。はいはい、こちら、まあ、これがだからベースなわけね、これからの評価の。めっちゃ柔らかい、このオリーブ。うんうんうん、甘っ。オリーブの香りも柔らかい。うん、柔らかい。うん、ほんとほんと、あの普段食ってちょっと臭みの強いオリーブと違うよ。ほんとすか。うん、それ噛まないから普段。じゃあいただきます。あ、柔らかでしょ。柔らかいでしょ、味も。あ、ほら、うん、あ、いいオリーブってこういう感じなんだね。まあここまでですよ、まずは。まずはね、まあ、よくしてます。で、このオリーブオイル、はい、これが合いそうな食材をちょっと一回コンビニで一人一個探そうよ。なるほど、うん、
それぞれ選びましたので、はい、ちょっとコンビニにちょっと出に行ってもらってます、はい、その間にだから順番としてはこれですよね。これを海苔で巻いて食べるってことですね。まずそのまま食べていく味付け海苔。これなんかね、その電話してお聞きした時にすっごいその東京の人に人気だと。あもうザ味付けのメニューが、大好きですよ。これはみんな好きです。めっちゃうまいな、めっちゃうまい。味付けのりってなんでこんなうまいですかね。うまい。はーい、よと。はいはーい。パンちょうだい。パンちょうだい。いいですか。はーい。美味しいの。おお、そんなに美味しいの。マジでうまい、これは。うわっ、うまい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 、めっちゃめっちゃうまい。オリーブだ、しかも米でもいいよ、うん、あ、これね、ちょっと値段するんですけど、頼んだ方がいいです。そのまま食える、うまいよ。マジっすか、マジ好き、信じて。あ、これでもマジでうまいな。うまい。あ、今年一番うまい料理かもしれん、俺。あ、それぐらいハマった。めちゃめちゃうまいっす、これ。あ、これマジでうまいな。うん、買おう。いや、これ食べましょう。一回ね、これね。とにかく電話の時はこれをおすすめされたんですよ。へぇ、いりこ蒸し書いてありましたしね。めっちゃうまいよ、匂いが。すごい。うわ、これ届けたい、届け、これあなたに届け。乗せて醤油。醤油からだけ、オンリー、醤油オンリー、醤油オンリーの、もうまずは言ったわけじゃないですか。最高。とろみ、あ、お、結構サラサラ。想像と全然違うです。え、そのえ、いや、いい、いいよ、全然わかんないな、だから想像なんか、あ、そういう子みたいな、ね、あー、うまい、うまい、あ、なるほど。そんなに想像しました。いや、なんかもうちょっとそもそも濃いのかなと思って、醤油自体も、うん、だからここにも書いてあるんですけど、あのドレッシングのようにかけてもお召し上がりできる、なおかつ、まあ、炒め物やパスタにも合うっていうんで、だいぶ味整ってるというか、うん、オリーブオイル の、 あの香りはそこまで強くないです、はい、これは絶対にうまいでしょう。何でしょう。夏はあっさり食うなら醤油だけ行くしな。つまみにすんならこれよ。ああ、もう間違いない。さあ、続きましてお待ちかね、お互いが一番オリーブオイルに合うと思うコンビニ食材ですね。僕ベーシック行きましょう。僕もそうですよ。これこそ、ああ、いい、まあまあ絶対うまいですね。最後に、はいはい、オリーブオイルを、うわー、すごい贅沢に使用振ります。はい、はい、できましたー。ゲージ明太大根サラダです。あー、まあまあ、パリパリ明太大根サラダ、はい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 、でもコンビニのあの100円の買った野菜の大根ですとか、はいはいはい、はい、それに炙り明太です、僕大好きなんで、とオリーブオイルを溶いて入れただけです。はい、その上にこのさっきの、ポリポリそうめんをかけた、はい、あー、めちゃめちゃいい匂いする。お店で出てるやつです。いいっすか。うわー、オリーブオイルのこれすごい、わっかい爽やか、うん、うん、ね、ポリポリもいいってことしてる。いい、うん、さあ、続きまして G さん、はい、2倍ロール、なんすか。ね、やっぱりオリーブオイルに一番のって言ったらパンです。あ、まあ、バケットの、ね、そうです。なんでもうこのパンをそのままもつけるのがオリーブの良さも一番引き立たせるんじゃないかな。シンプルっていうのもやっぱ大事なんじゃないかな。これちょっとこうありますんで、これちょっとつけて、それシンプル、
と、もう怖い怖い。本当に。パンもうまいから。うまい。この卵焼きの感じもいいね。うん。ちょっとね。すっげー高いパンの味ね。じゃあこっちのこの明太の甘みとかも作っときます。贅沢だな。うめえ。いやこれはうまいですね。うめえ。これはうまいわ。うん、あうまいな。これは。こう。うん、ああ。はい。商品かまったなしや。うまいよ。これうまいよ。うまいでしょうね。うん、で僕はこの食パン以外にももう一つ実は買ってまして。うん。わ、うん、かりますかね。やっぱりコンビーフ。コンビーフ。コンビーフもすでに出してるんですけど。パンにのせてオリーブ。あー。バージンの香りをこう。どうぞ。すごい若いのと肉肉しいのが、ね、もう口の中でムチムチだったムチムチアミューズメントホテルよこれはちょっとアミューズメントホテルお邪魔していいですかすいません豪快なアミューズメントホテルもうだいぶ堪能しましたけどねまだまだブクブクいってるやつがうまいと思いますね続きまして、はい、オリーブそうめんですどんなんなんやろねえゴッタバいっていいですかそうめんのボタマって結構結果すごいことになるんじゃないですか言葉調整しましょうそうめんはどう硬い派俺超硬い派考えたことなかったいやどんなんなんだろう色めっちゃ綺麗ですね。気をつけてね、じいちゃん。いただいてます。お、です。締めましたちゃんと。締めましたし、氷もちゃんと入ってます。うわ。はい。そこにこのストレッチ。ぶっかけですよ。いやー、いいね、いいですね。色味はめちゃめちゃうまそうですね、綺麗な。これで十分うまい。これで全然完成品です。
いや、匂いがずりー、匂いがめちゃめちゃいい。おこげボーン、あー最高、あります。一旦のやつです、はい、そうですね、すべてが詰まっていると。少女ね、これは100人では101人好きなやつです。エビコブヒマジだけで全然深み違いますわ。魚介が強くなる感じ。まあうまい、これうまい。さあ、というわけで相当食べたね。まあ今まで一番食べたわ、間違いないね、これだけたくさんのお取り寄せしても、まあ一番強いくらいです。そうですね、なのでぜひですね、今日ご紹介した中で気になった商品があったらお取り寄せしてみてください。小豆島吉さんで取り寄せればもう数日以内に届きますんで。そうですね、はい、ちいちゃんの一番おすすめがそうですね、こちらの、小豆島のお魚で作ったオリーブオイルコンフィ、めちゃめちゃ美味しいなと何でも合いますし、お手頃価格なので。ゆげさんはどうぞ。小豆島のお魚で作ったオリーブオイルコンフィこちらが、はい、こうは言ってますけど、まあまあうまいですね。うまいうまい、これもまあうまいですね。燻製すごい、結局まあまあで何でもやってましたから。ただこういろんな料理に応用するならこのオリーブオイル醤油が僕はおすすめかなと思いますけど。そうですね、これは本当何にでもかけれる、そうですね、美味しかったな、はい、いや素晴らしい、はい、いいっすね、やっぱ離島いいっすわ。いいな、最高です。また一歩行きたくなってしまいました。そうですね、今日なんか散歩ぐらい行ったな。そうですね、でやっぱ海の幸だけじゃないのかな、はい、小豆島、まあ、離島、確かにね、結構最初の方は海系を攻めてきて、一旦じゃあそこから外れて攻めてみる、肉とか行ってないですもんね。確かにその野菜系までは行きましたけど。そうですよね、そういう形のもので行ってみようっていう今の気分変わるかもしれませんから、はい、というわけで、はい、来週の月曜日、はい、皆様の前で海物語の楽しさと離島の素晴らしさお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。来週の月曜日にまたお会いしましょう。さよなら、せーの、スーパーラッキー。